放送大学の学生をサポートする全国57の学習センターサテライトスペースを紹介します。山形学習センターは山形市にある花城セントラルの10階にあります。地域の方を講師に迎え、山形を知るフィールドワーク中心の面接授業を多く開講。クラゲの展示種類数でギネス記録を持つ加茂水族館での授業や、山形美術館での学び、山形県の日本酒作りを勉強し酒蔵などを巡る授業、山形交響楽団のリハーサル見学などを交えた授業などを行っています。学習センターは地域で学ぶ皆さんのキャンパスです。どうぞご利用ください。詳しくはご覧の電話番号またはウェブサイトをご覧ください。